おはようございます。ディレクター回します。はい、というわけでこの度ですね、ティラはね26歳の誕生日を迎えることとなりました。イエーイ。いや、まあ、よくイエーイって祝うべきなのか。別に俺さ、ちょっとそんなね、年取ると喜ぶタイプじゃないんですよね、実は。というわけで、まあ、20歳の折り返しを過ぎてるってことですよね。まあ、公共的に見ればね。はい。まあ、そんなに重要視してないんですけど、僕は。というわけでね、26歳になりまして、今年も誕生日動画を今作っております。まあね、いくつかの話題にね、分けてね、ちょっと雑談していくっていうタイプの動画なんで、さほど面白い動画ではないです。この動画の終わりに、誕生日の生配信をちょっとね、実写で しようと思いますんで、よろしければそちらの方もご覧ください。ではね、26歳の誕生日を迎えにあたってね、まあ大きく変化したことをね、いくつかにまとめて話していきたいと思います。やっぱり最初に言うのは、この1年に何が変わったかっていうと、一番変化したのは、一人暮らしを始めたことなんじゃないかなって思います。まあね、アパートをね、6月から借りて、一人暮らしを本当に始めたわけですよ。実況部屋にしてね。ね、実況スタイルでもう 1K の部屋なんでね、もうパソコン、まあ大体ね、パソコンとテレビしかないみたいな部屋ですよ、もう。基本的にずーっとパソコン座ってるわけなんですけど。はい。というわけで、YouTube の話なんですけど、やっぱり、僕はもう日課としてレベルに近いんで、YouTube に関しては、まあ、この話はちょっと欠かせないわけですよね。で、YouTube に関しては、昨年の誕生日動画、昨年のね、11月の動画なんですけど、その時と比べると、めちゃくちゃ進化してますね。めちゃんこ進化してます。はい。本当に進化してる。何が違うかって、昨年のね、じゃあまあ皆さんに分かりやすいデータ上の話をしますと、まあこちらなんですけど、昨年のね、記事の画像になる、昨年のね、動画の画像になるんですけど、まあ、チャンネル登録者数がね、648でね、視聴回数が18万5000回。はい。まあ、のんびりやってるチャンネルでね、これ5年目の記録なんですけど、今6年目なんですけどね。はい。これが5年目で、1年間でね、見てくださいよ。もう倍ですよ。視聴回数においてはもう倍とかそういうレベルを超えてますからね。すごい視聴回数になってるんですよね。はい。これは本当にね、もう皆様ね、こんなね、個人のチャンネルでね、楽しくまあ、楽しくやりたいなっていう感じのチャンネルでやらせていただいてるんですけど、本当に登録者数も増えて、視聴回数も増えて、生放送ではね、もう昨年とは全然違う。昨年は言っちゃうと、10人、20人ですごいレベルだったんですよ。もうちょっとね、僕も振り返ってね、あ、そうだったんだって思ったんですよ。はい。10人、20人くればすごいなってレベルだったんです。前の生放送、以前の生放送とかでは。今、モンバトの配信するとね、企画にもよるんですけど、30人とか40人とかね、言ってますね。はい。30人、40人、モンバトに来るってすごいですよ、これ。結構昔のゲームなのにね、ここまでね、来ていただけるのは本当に、感謝しかありません。はい。ね、これはね、視聴者さんにも言われたんですけど、あんまりだからといって視聴者数を気にしすぎるっていうのは、まあやっぱね、良くないことではあります。ちょっと終わりな感じもありますんでね。まあ、それはもう本当に、理解してね。理解してないな。多分この声のトーンは理解してないな。まあこれからも YouTube のね、生放送とか動画作っていこうと思います。あ、もう終わっちゃったよ。まだあるんだよ。で、チャンネル登録者に関してはね、ちょっとね、たまにはこういうデータを見せようと思うんですけど、まあ、こちらね、まあ、結構、なんていうかな、定期的に増えてきてる。もう1年前もそうだったんですよ。1年前といえばですね、私がバズりに散らかした動画があるんですけど、そう、もう一回はバズりに散らかした動画あるんですけど、はい、あちらがね、出てから、まあ、どんどん増えてって、その時に600人。で、そこから特にあんま動きなかったんですけど、まあ、本当にちまちま伸びてって、とある有名な YouTuber さんが、この、僕のね、メインコンテンツである、ドラゴンクエストモンスターバトルロービクトリーを、とある YouTuber さんがやったんですね。その効果が発動したのが、何月かわかんないんだけど、
その効果が発動したのも結構でかくて、それでキュッて増えて1000人超えたんですよ。はい。某 M さんですね。はい。某 M さんチャンネルで、効果あれ1000人超えました、なんと。着々と伸びてたのに、急にそこで伸びました。はい。で、1000人突破したわけですよね。はい。で、最近増えたとしたら、まあ、わかると思いますけど、最近増えたってもうわかりますよね。1ヶ月前のあれです。それでね、1300人を乗ることになりましたね。いや、もう、すごい。ドラクエブランドがすごいのもあるけど、うん。それはドラクエのブランドじゃないのって言われたらそれまでなんだけどね。はい。メインコンテンツのモンバトに関してはね、皆様とね、楽しんでる。1年前からこれ実はですね、視聴者さんが俺を救うシリーズあるじゃないですか。いろんなチームではちゃめちゃにするやつ。まあ、見てる方にはわかるんですけど、見てない方にはわかんないですけど。はい。これって1年前からやってますからね。もう今びっくりしますもん。え、これ1年前からやってんのみたいな。最強魔王決定戦、最強合体モンスター決定戦も、その1年前からやってたんですよね。前の生放送で言う。はい。今ではね、ちょっとリスナー企画、もう1年目、1年もやってたのかみたいな。1週に1回ぐらいやってるんですけど、はい。そちらの企画がね、本当にメインコンテンツでね、皆様とさ、ね、おしゃべりしながらやっていくっていう楽しいね、勝負、楽しい勝負でね、楽しい勝負だけど、まあ、あれは。楽しいコンテンツになってますけども、はい。いや、モンバトルここまでね、遊べる人は多分ね、どこまで実況者とかしても僕ぐらいだと思うわ。え、多分 YouTube 界だとさすがにもう俺以外いないと思うよ。まさかでもこの時点プロだと思わへんだろ。運営も、YouTube も。よあとは、これはもう YouTube のデータとは変わってくるんですけど、この1年間で変わったってこととして、実はね、メインのゲームが変わったのと、その動画日課としてやることになったんで、昔より動画のペースが上がりました。まあ、毎日更新を1年ぐらい前からしてるっちゃしてるんですけど、動画のね、クオリティは上がったんじゃないかなと思ってます。この年、この誕生日に入る年、前回の誕生日のね、来年みたいな感じなんですけど、言い方がすっげえ大変なんだけど。この年の目標が動画編集技術を上げるとか、そういう類いのもんだったと思いますんで、それに関してはね、多分、編集技術は上がってるんじゃないかなって思ってます。はい。ね、生放送のサムネイルとか、サムネイルの時点でもね、まあ、昔と比べるとだいぶ違ったり、まあ、結構もう自分好みにはなってるんですけど、自分好みの編集ではあるんですけど、結構編集のクオリティは上がったんじゃないかなって思ってます。はい。で、やるゲームの変化ですよね。ぶっちゃけ言いますと、編集に大体かかる時間が90分から150分かかるんですよ。これって仕事から帰ってくると、それ編集したらもう大体時間がもう過ぎていき、気づいたら1時間ぐらいしかフリーの時間ないって感じなんですよね。皆さんどう思います？これちょくちょく、他の人に聞かせると、え？って、友人にも言われるわ。え？ってなるんですけど、もう1時間ぐらいしか自由な時間ないですよね。帰ってからまあ、編集してるから。じゃあゲームしてる時間って実はあんまりなくて、はい。もう昔だったらですよ。昔はもうあんま動画作ってない時期の。だったら、ポケモンとか普通にまだやってたんですけど、まあ無理ですわ。無理になりました。もうやり込みゲームはマジで無理になってきたんですよ。まあそれなんか、そんな中ですよ。やるゲームの変化としまして、ドラクエ10が始まりまして。これね、うちの参謀から進めたゲームなんですけど、まあドラクエ10をやり始めましてね、はい。もう YouTube でエゴさせると闇いっぱい出てきますけどね、します、出ますよ、闇。もうドラクエ10やってることは正しいのかどうかそれわかんないですけど、まあ、いつ終えるかもちょっとね、理解、まだね、決めてないしな、ドラクエ10も。まあね、1年間なんだかんだでね、YouTube こうやってやってきたり、趣味として、もう YouTube が趣味みたいな感じにはなってますけど、まあ収益化に関してはまだね、今んとこ考えてない感じかもしれないですね。もしかしたらでも、1年後にはしてるのかもしれないですけどね。なんとも言えないです、これは。はい。YouTube とね、ほとんどこの1年はね、まあ、リアル事情もだいぶ変化したけど、YouTube に関してもかなりね、変化したと思う。正直。底辺ってそうそう名乗れないかもしんないレベルだからな。まあでもね、これから26歳ですけどね、またね、いろんなストレスとか、まあ僕の Twitter 見ると結構ストレスツイートがすごく多くて、まあ話すると、僕って結構ね、この動画と、ツイッターのテンションが違いすぎるってもあって、まあ、ツイッターが闇だったりね、結構ストレス溜めやすかったりするんですけどね。はい。まあ、それをね、
良くないように思ってる方もいると思いますがね、はい、そういうのはね結構振りまいていくタイプなんでね、よろしければね、こんな自分でよろしければね、またこれからもね、また1年誕生日動画が出るかどうかわかんないですけどね、はい、お付き合いいただけたらなって思います。はい、では最後にこの動画の最後にですね、この1年間この前の誕生日から1年間の中で人気のあった動画、再生回数とかじゃないんですよ、これはあの YouTube データ上でこれ見れるんですけど、この1年間の中で最も勢いがあった動画トップ10をまとめてこの動画を締めさせていただきたいと思います。その後にね、誕生日の生放送いたしますのでね、よろしければそちらの方で雑談ねなどをしつつね、祝ってあげてください。よろしくお願いします。大魔導、ドラゴンキッズにございます。チームは森コーヤーズ地位がちょっと上がります。灼熱の呪文が放つ、あーやっぱり聞いてないか、攻撃決まりです。きたー誰が地割れしろって言ったんだもう魔法でゴリます、ここはいやきつー。さあ賢さ162モンバト界最高の賢さを放つ悪魔神官がレギュラーを放ちます。いるそう、ドラゴンキッドじゃないの、キースはいたか、格闘パンサー珍しいの、ね、よけろなあ神は言っている、なあ神は言っている。よしよし、いけるぞいけるぞいけるぞ、よし当たれ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 、勝った勝てたもん。お、この曲はいやいい曲だな、ゾーマー7000、すごい見れた、なんてそんなのやな、意識的に。いや、強すぎじゃない？いや、ちょっと待って、ちょっと話し合おう。話し合おう。話し合いましょう、ちょっと。ちょっと待ってください。話し合いましょう。ちょっと落ち着いて話してもらう。勝負あり！まあ、やっぱりね、僕、オタクのおじさん不可避なんですよ。物議を醸した、竜のね、パーカーをね。1、2、3、4、あ、5、あ、6、はい、7、8、9、そして10枚目で、来ました。3万、5300円。本当に。だなぁ。やったよね、でも、なんかさっき見たぞ、これ。なんかしかもなんかのび太の伸びたのなんか服借りたみたいになってるぞお前さあ物理で押すパーティーの登場です。スライムの仕事もう物理しかないじゃんいやツッコミどころ多いなさあビビリギリでいけ、よいしょー、うおさまよない、頼む、当てれば勝つ、よし、まさかあれ、ちょっと待って待って待って、レベル3レベル3、待って、レベル3レベル3、やめて、レベル3レベル3、待って、いや待って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 、あのダメ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 、あのレベル3ちょっと待ってくれ闇の覇者、あのですね、まあこのように竜が本気出しちゃうんですよ、うわ竜王が
灼熱の炎ベギラゴンを放ちます。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれあれ、もう来たぞね、終わったぞこれ。あ、ございません。まあ、これがね、勝負あり。基本的にですね、カードとか装備とか揃ってなかったら大体こうなりますツイッターで言ってみたんですけど、僕あのオタクのおじさんなんですよ。なのでおっと、こんにちは、私がツラでございます。ここでずっとやってます。これで3万3500円。いや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 と。皆様おはようございます。ティラと申します。初めましての方は初めまして。市販ゲームの実況をするのは久しぶりになります。私ティラと申します。面白いな。どうなんだろう。スライム一つ目ピエロ炎の戦士、いいですね、初心者っぽい。あーいいね。待って待って、敵が強い、敵が強いって、待ってくれ、助けてくれ、待って、敵が強い。攻撃魔法覚えてないんですよ。あ、いいね。あ、避けられてる。あー、ダメか。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、あははははは、待って待って、一回戦で負けと。これはね、これはですね、言い訳していいですか。おはようございます、ティラと申しまーす。底辺なんやめよう。自体はね、あのどうやらね、壁、あの今まで私、あのスキャバトっていうゲームでですね、3万とか4万とかそのあたりの金額いってるんですよ。ほらスキャバトのカード見て見て見て、おお、パワーアップ、パワーアップとかね、ゲントツみたいなのね、戦わずしてレベル上がっていく。あ、ゲット、来たね、結構早めの感覚で来たね、ギガントラゴンから。え、おっしゃ、バズズちゃんゲットです。バズズちゃんも来たね、あとベリアル君だけだよ。かぶったよ、この辺りが。俺ボスロードそんな好きじゃねえし。残りこんだけです。笑うな、残りこんだけ。どうやら俺はこいつと付き合わなきゃいけねえのらしい。そしてレンコインで入ったギガントドラゴン、さらにレンコインで入ったギガントドラゴン。